皆さんこんにちは。今回の動画はスプラトゥーン2について紹介する内容です。でもすでにたくさんの方がプレイしていると思いますし、これから購入を検討している方や実況動画などを見て楽しんでいる方もたくさんいると思いますけれども、今回はこのスプラトゥーン2のゲーム内容と連動するサービスイカリング2を利用できるスマホアプリ Nintendo Switch Online について紹介したいと思います。でこのアプリなんですけども、実際このゲームの中で戦ったバトルの戦績チェックとかボイスチャットと集まったゲーム内のこの通貨ですね、でレアなギアを購入できる機能とかがついている面白いアプリですから、これから開いて簡単に紹介してみたいと思います。このアプリは2018年の正式スタートまで無料っていう形になっているので、今の4月21日から配信が始まっていて、その時にまたどういう風になるか分かりませんけども、一応今のところは無料で楽しめる内容となっています。では実際にアプリ開いて確認してみたいと思います。でアプリこうやって開くと、まずイカリング2というタイトルから順に見ていきますけれども、今自分のランクは15、これまでに塗った面積の表示などが最初に見られたり、あとは現時点での装備しているギアアイテムのこういう内容も見ることができますね。はい、こうやって開いてみることができます。これから始まるイベントとかフェスについての詳細の確認、この時間で今開催されているステージ情報、あとはここですね、すごく細かく見られるんですけども、過去50回戦った50戦分の記録を見ることができます。例えば、これ上からこう見ていくと、この勝った時のポイントが高いところを見てみますと、はい、こうやってバトルの内容、チームの中での特徴などを確認することができます。この時に例えば相手のこのシュガーさんですね、開いてみると、この時に装備してたギアなども見ることができたりします。はい、でその時に自分で装備してたギアの内容も見ることもできます。あとはこのアプリ、今自分が一番利用しているのはここですね、ゲソタウンお越しくださいって書いてある、ここ開きますと、はい、こうやっていろんなアイテムが表示されますけども、実際ゲームの中で購入できるショップの中のアイテムとここで表示されている内容って違います。通常こうショップで買えないような内容とかがここに表示されたりしてますから、まあ、レア度の高いものですね、星3のついてるアイテムなどを購入することができます。で例えばここでちょっと購入してみたいと思いますけれども、この靴ですね、はい、14,250通貨のものですけれども、じゃこれを注文してみたいと思います。はい、今注文済みになりましたね。ではここでゲームに戻ってみますけども、これでこの注文したアイテムを実際ゲームの中で購入することができます。じゃあここですね、はい、話しかけてみます。このスパイキーですね、スパイキーの中にこう項目ゲソタウンの配達確認というのがありますけども、ここを開くと今アプリの中で注文したアイテムがこうやってここにもう表示されていますね。これは星さんの靴ですね、はい、でこれ買ってみましょうか。こうやってもうすぐ購入できるんです。でこのゲソターン、アプリの中のゲソターンは時間によってこう表示されるアイテムも違うので、常に星3のアイテムが出るわけではないので、時間ごとにチェックしながら注文して、でゲーム始めた時にここに来て受け取ると購入するっていうことができますから、すごく便利で面白い機能でした。はい、これを一番利用してますね。それ以外にも皆さんその友達と遊んでる方とかボイスチャットをやりながらゲームしたり、あと相手のバトル戦績とかイベント内容を詳細確認しながら作戦を練ったりすることを、そういった楽しみ方がこのアプリを通してできますから、ぜひ皆さんもこのアプリをもしインストールしてないようでしたら利用しながら、より強いこうキャラクターに育ててみるのはいいと思いますね。はい、
で今自分もこのゲソタウンで購入したアイテムほとんどですね、このヘルメットもそうだし、ヘッドギアですかね、ベレー帽とかゴーグル、この辺もみんなゲソタウンで購入したものです。このワイシャツもそうですね、かわいいですね。これとかスカジャン、これも先ほど購入したものなんですけども、イカライダーホワイト、イカライダーブラック、この星さんのアイテムはバトルで勝っていくごとに今このハテナが表示されているところがポイントによってランダムで増えてきますから、好きなアイテムに仕上がっていくんじゃないでしょうか。私は今までスプラトゥーンやったことがなかったので今回がデビューなんですけれども、すごく面白いですよね。まだアルバイトとかそれ以外のこうゲームもやっていないのでわからないんですけども、まずバトルにいっぱい勝って、こうおしゃれなかっこいいアイテムとかを装備してみんなに見てもらえるのも一つこう楽しみでもあるっていうのが分かったので、かっこいいおしゃれなアイテムを揃えてみんなと戦ってこうどんどん強くなって楽しみたいと思います。皆さんもスプラトゥーンいろんな楽しみ方があると思いますけれども、まあ、自分は今回実況動画ではありませんけども、このアプリを通じて楽しみ方を見つけたので皆さんに紹介しました。またこの続きがあれば何か紹介できたらと思いますので、また次回の動画で会いましょう。それじゃあ、じゃあねー。